はい、こんにちは。今日はですね、BMW の Z4 2.2 のロマンティックという、車のご紹介をしていきたいと思います。この車ですね、Z4 っていうのは、結構街中でも見るようになったんですけど、パッと見て違うのはこのカラーリングですね。ラッピングというのをしております。黒のですね、マット調のラッピングっていうのをこうしているということで、まず同じ車が街中で走っているということはないような、そういった車になります。元の色は、アルピンホワイトというですね、あの白のカラーリングが元の色になるんですけれども、その上からですねラッピングをしているという状態になっております。でこのラッピングっていうのが、あんまり耳慣れないあのことかもしれないんですけれども、あの実際もともとの白の、塗装の上から、きちんときれいにこうラッピングをしているような状態ですね。で剥がそうと思ったら、あの一応専門の業者にきちんと、これ貼ってもらったところにですね、剥がしてもらう必要があるんですけれども、きれいに剥がすこともできます。ですから元のアルピンホワイトに戻すということもできますので、その辺はご安心いただければと思います。このですねラッピングに関しては、車用のもちろんラッピングなんですけど、あの一般的に私たちが馴染みがあるのがこうあの家の内装のですね、木目調のこうよくこうあのパチンコ屋さんとかですね店舗とかに使われているようなものがあるんですけど、それの車用と思っていただいたらいいかなというふうに思っております。で実際写真でですねなかなかあの全てが伝わりにくいというところがありますので、実際に動画でですね、その映像の中でこの車の状態とかラッピングのどういう感じになっているかとかいうのをですね解説していきたいというふうに思っております。まずですねこの辺りから見ていただきまして、あの一番ですねあの写真で見えない部分で気にかかるのが、ここがどっか剥げてるとこがないのかとか、あの仕上がりはどうなのかとかいうディティールの部分ですね、あるかなというふうに思うんですけれども、そのあたりもですね、見ていきたいと思います。まずですね、あの車自体全体的に見ていただいて、あの非常にきれいに仕上がっているというふうに、思うんですけれども、このあたりですね、前のところもそうですけれども、横側もですね、剥がれとか、剥げとかいうのは大きなものはございません。で後ろの方にも回っていきまして、後ろの方もですね本当きれいにあの純正のようにですねあのきれいにこれ貼れているというふうに思います。あのこのラッピング自体がですね、あのこれがきちんときれいにできる技術者っていうのが、そんなにたくさんおりませんので、九州でもですねあの本当にナンバーワンと言われている方がですね、施工したラッピングになります。横の方もですねこうきれいに貼れております。で一応ですね、細かいところ、きれいにっていうのも、それぞれのですね、価値観とか基準というのもあると思いますので、あえてマイナス面をですねどの辺かあるかというのをちょっと解説をしていきたいと思うんですけれども、そうですね、こちらの方よろしいですかね。言うとキリがないんですけど、ちょっとここの部分が切れ目が入っているので、その切れ目の部分のちょっとしたほころびがあるとかいうのはありますけど、これもそんなに気になるレベルじゃないのかなというふうに思っております。あとですね、運転席の部分のこの隅っこの部分ですね、これもおそらく開けたり閉めたりするときに、ちょっと当たってしまうとかいうのもあるのかなという感じですね。あと後ろの方に回っていきまして、後ろのですねここも、よく言われる飛び石みたいな感じなんですけども、非常に小さなあの飛び石が2箇所ありますね。あとこちらですね、細かいところになりますけど、ちょっとしたこう
まあ、黒なんでですね、こう白い線みたいなやつが見えますけど、これも、まあ、あえてマイナス面を探すとっていう感じになります。でこれらはあの全部ラッピングになりますので、まあ、これも持ち込みになってしまうんですけど、もしですねどうしても気になるようなあの傷がついたりとかいうふうなあった場合は、その部分だけのですね施工をし直すということも可能になってきます。はい、それではですね、あと内装の方ですね見ていきたいと思います。実際これ開けていきますとですね、この辺りがですね元色の、アルピンホワイトが見えます。ただまあ開けた時にですね、気になるような感じではなくて、まあ、あのカラーリングとしては決して合ってないということはないかなという感じですね。で内装のですねこのレザーの部分ちょっと見てみていただきたいんですけども、まあ、赤のレザーになってまして、この黒とのですね対比は非常に合ってるかなという感じがしております。で革のですね状態なんですけれども、あのこれ後期型のですねあの Z4 のシートって、この辺りがですねあの座った跡っていうのがすごくこのやれた感じっていうのがあの強く出ることがあるんですけど、これは逆にですね年式的にあのその革を採用してないので、結構そのやれた感っていうのがあのすごく伝わりにくいというか、まあ、結構綺麗に保たれているという印象があります。はい、で、ちょっと乗っていきますね。で、ちょっとエンジンかけてみたいと思います。はい、まずですね、Z4 で気をつけないといけないところはこちらにですね、だいたい警告灯なんかがですねついてる車も結構あるんですけど、DSC ユニットというですね、まあ、ユニットのエラーが出る車って結構あるんですね。まあ、エラーが出るとディーラーでの修理がですね結構金額がかかってしまうということがあるので、まあ、それが出てない車を選ぶっていうのが大前提になるんですけども、そのあたりもですね、全くありませんし、走行距離が今3万7千キロちょっと超えたところになっております。で社外品のナビゲーションがついてます。これはですねエクリプスの、まあ、あのワンディンのHDD ナビなんですけれども、この HDD ナビのですね 1D のタイプで、これ本体の中身が内蔵しているのっていうのはもうこのタイプしか実はないんですね。なんで Z4 はほとんどがこの Eclipse のこのタイプのナビゲーションがついております。これもまあご多分に漏れず、このナビが選択されています。でナビの性能としてはですね、だいたいこれ平成20年か21年ぐらいのモデルになるので、まあ、決して新しいとは言えないんですけれども、全然実用性がないというわけではなくて、このタイプの純正のナビゲーションがついているやつに比べると大変レベルが高いと実用性に頼る中身かなというふうに思っております。あと、本革シートのオープンカーで特に冬であったらですねシートヒーターは欲しくなってくるところなんですけど、こちらもですねシートヒーターもついております。まあ、こちらの方にボタンがありますね。でオープンに関しても、このロマンティックっていうこのグレードに関してはですね、電動のオープンになります。実際ちょっと開けてみたいと思うんですけど、ちょっと離れたところから撮りますね。はい、このボタンをですね開けていきますとこのようにオープンで開きます。だいたいベンツのですね SLK とかああいうメルセデス系だとオープンに27秒ぐらいかかるんですね、バリオルーフで。でこんぐらいの速さだと実は信号待ちで結構短い信号待ちでも開け閉めができるという、まあ、そこはですね乗ってみると分かるんですけど、まあ、オープン感にとっては結構大事な、まあ、気分がいい時にパッと開けるというのがありますので、まあ、そういったこともできます。で閉める時もですねボタンをずっと押し続けることによって閉めることができます。はい、まあ、開閉に関してもですね機能に問題がないということが分かっていただけるかと思います。あとですね、リアのトランクをちょっと見てみたいと思うんですけれども、ちょっと
と荷物が今乗ってますね。ちょっと空き箱ですけれども、リアのトランクはですね、Z3 の時代に比べますとかなり広くはなっています。ゴルフをされる方とかはですね、結構 Z4 乗られている方、お客さんもいらっしゃるんですけど、ドライバーを1本外してですね、バッグを横に積んでドライバーを斜めに積むという方が、結構多いかなという感じですね。はい、とですね、エンジンルームの方をちょっと見ていきたいと思います。こちらの方で開けていきまして、はい、まあ、かなり綺麗にしてますね。ビカッとこうしてる感じなんですけど、エンジンもですね、こう手入れも本当にきちんと前のオーナーさんもされてる方だったので、機能面とかですね、そういうのもスポイルされることなく、安心いただける今コンディションというふうに言えるかと思います。あとは実際にですね、車を走らせてみたいと思います。はい、それではですね、実際に車を動かしてみたいと思います。はい、これ 2.2 リッターということで、今のですね、後期型は 2.5 リッターのですね、 Z4 が、主流になってるんですけど、実際に過不足があるかっていうと、そういうその走っててですね、もうちょっとこのパワーがないとっていうのはない、十分その軽快なエンジンフィールっていうのを得ることができるかなという感じですね。で、走行も少ないのもあるんですけど、サスペンションのやれとかですね、そういうこうエンジンのマウントの劣化とか、そういったのもですね、乗ってて感じない、かなという感じです。本当にね、乗ってて、実際にこれ見ずに購入をされるっていう方が、いらっしゃったとしても、十分想定内のこんな車が来てしまったみたいなことはないかなという印象ですね。で、ステアリングもですね、BMW の独特のこの重みっていうのも、味わっていただけるかなという感じですね。で、消耗品とかもですね、ブレーキパッドも想定内にありますし、乗っててすぐにお金がかかっていくっていうような、心配もないのかなという感じですね。特にこういった車はですね、Z4 自体は数はそんなに少ないわけではないんですけれども、このラッピングを実際に全部やってしまおうと思うと、全部やればさすがにやっぱり40万ぐらいは多分かかってくると思うんですね。そんだけ の予算をやると、どうしてもゼロから作ると総支払いがかなり高くなってしまうということがありますので、もうご検討の方はですね、ぜひ、早めにの検討をしていただければと思います。実際に Z4 を持ってきて、シルバーなり白なり、そういったところからラッピングをしてお渡しするといった場合は、どうしてもプラスアルファ40万と150万の車だったら約総支払いは200万超えてくるというふうになってしまいますので、この仕様とかこの色というのが気に入っていただける方はですね、またとない車になると思いますので、ぜひですね、お早めのご検討をいただければと思います。皆様からのお問い合わせをお待ちしております。